はい、皆さん、こんばんは。石岡義晴の最強伝説でございます。ちょっと待ってくださいね。蒸し暑い日々が続いていますが、とりわけ首都圏はね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。で、今月はですね、ちょっと長年の懸案でもあったですね、ワンピースについに取り込む日が来ました。はい。で、実はワンピースというのはですね、ガチ勢がたくさんいるわけですよ。なので、いろいろビビってもいるんですが、とはいえ、ちょっとくだらない自慢しますと、リンクを貼っていただけるといいと思うんですけれども、今回フィルムレッドがね、公開されることにされていて、フィルムレッドも、劇場版パンフも、買いましたが、これね、あえて言うとね、こっちだとね、伏せられてる要素があるから、ワンピースマガジンの方がね、いいかもしれない。ですよ。うん。ワンピースマガジンの方がね、信憑性高いかもしれません。ワンピースマガジンは Kindle もあるので、ぜひ、そちらをおすすめです。で、こういう時にね、もうなんか反則なんですけれども、メルカリなんかも使ったりしてね、過去の劇場版も一応頓布しました。いわゆる劇場で配ったやつもね、ストロングワールドと Z と、ゴールドのやつはね、手に入れましたよ。了解ですか。そういう感じです。というわけで、あとはね、ワンピースもとりあえずね、ちょっとね、やっぱり実は序盤は、ワンピース私単行本で持ってたんですが、その後はあんまり買ってなくて、ただし、Kindle で揃えて、その上で、なんていうの？最新刊は、まだ Kindle がないために、103巻は買ってきた。そして、あとは、今週の、ジャンプまでの、単行本以降の要素も追いつきました。そして、アニメの方も、全話なんか到底見れないんですけれども、一応、ギャンザック編、そう、今から入りたいのは、谷口五郎監督のフィルムレッドなんですが、一番最初のワンピアニメってね、98年のギャンザック編なんですよね。で、それ今ね、YouTube で、見れます。今回のフィルムレッドのスペシャル番組中で、公開されているんですよね。で、そこをね、それをぜひね、機会があったら見てほしいと思います。生放送で見ている方も、場合によっては、その部分ね、ギャンザック見てからもう一回見ていただけるといいかもしれません。で、本当しょうもない自慢するんですが、私、ギャンザックのビデオテープを、ジャンプ全員プレゼントでもらってました。を、一応、だから、序盤はね、ワンピースね、割と熱心なファンでした。でしたって言っちゃうんですけど。そういうところもありつつ、もうね、ワンピースってあって25年近い連載ですからね。25年ぐらいか。だから最古参ではあるんですよ。一応、最古参ではあるんですよ。ただ、ワンピースガチ勢ってありますよね。ワンピースのちなみにスピンオフコミックでおすすめなのは、あれですね。ドクターストーンの、絵描きやってるボイチさんが描いている、ちょっとボイチさんさん付けしちゃうんですけどね、私は。なんかボイチさんは先生じゃなくてさん付けですね、なんとなく。やってるエース編ね。ちょっと待ってね、今、Kindle で買ったんで見えないんだけど、エピソードエース。エピソードエース編と、ワンピースのスピンオフも、だからエースいっぱいあるんですけども、おすすめはエース編と、あとは、ほんとしょうもないトリビアがひたすら繰り広げられるですね、恋するワンピースはね、ファンですね。恋するワンピースはね、めちゃくちゃ面白いので、ぜひおすすめです。で、私は恋するワンピースの人ほどにはトリビア知らないので、それぐらいのワンピース、経験ですかね。で、いろいろ見ました。テレビスペシャル、ただね、アニオリを全部見るまでは至ってないんですが、とりあえず時代劇は見た。あと、ロマンスドーン編も見た。
あとはね、メリー編。あ、メリー編魔女おすすめ。メリー総集編魔女おすすめですよ。まあ私、メリー、メゴリーメリー、そうですよね。そういう感じで。まあアニメもそういうわけで割と追いつきつつっていう状況ですね。で、ツイッターでご覧の方はすでにツイートで見てると思うんですけども、私は和の国で一番好きなキャラはですね、本当心の狭いしょうもないキャラなんですが、ウルティさん好きですね。ウルティさんのためにビブルカード買っちゃいましたで、私、アニメね、全然見てなかったんですけど、ウルティさんってあれなんですよね。CV 黒沢智代さんなんですよね。なんか私やっぱあれですかね、趣味が一貫しすぎててやばいですね。割と黒沢智代演じるキャラは割と好きになる傾向がある。いや、声優で追ってたわけじゃないんだけど、こいつね、ですね、ブラコンの、しかもただクズキャラなんですよ。おたまちゃんっていうね、子供の女の子をね、殴るね、クズキャラなんですよ。最低なキャラなんですけども、まあ悪役で、まあ死んではいないんで再登場するんじゃないかなっていうね、和の国の恐竜キャラ、ウルティが、私の、まあ近年のワンピースの推しキャラですかね。そんなところで、私のワンピースとの関わりっていうのの、まあ、概略はこのぐらいなんですけれども、他ね、最近何やってるかに関しては、まあいろいろやってますけれども、プラネットチャンネルで言うと、先週はあれでしたよね。Gレコのね、番組にね、出たりしていて、だその前はね、Gレコ漬けになっててね、で、その後、ずっと、じゃあワンピース漬けになりながら途中で Gレコにこうバーっと行ってね、ちょっとね、延々そればっか見ていてね、いやね、あれですよ、情報量でね、脳が飽和しながら、ワンピースをね、そうね、2周しましたね。全話2周しましたね。2周はちょっと辛かったですね。100巻2周はやっぱりね、ちょっと死んでましたね。っていうのが、最近やったことですね。うん。あと最近やったことって何かな？あとはね、私の近況をちょっとだけ言うとね、一応ね、開店休業状態とはいえ、まあ私は、一応フランス思想の研究をやってた人なわけですよ。私の名前でググると、ミシェル・フーコーとかの、まあなんか翻訳悪いんですけども、翻訳もしたことがあります。フランス語できませんけどね。なんですが、なので、ドゥルーズとかね、フーコーを学んだ人ってね、サルトルを舐める傾向にあるんですよ。で、ですが、サルトル舐めちゃまずいなぁとね、いう反省が生じて、こういうね、サルトルのイマジネーション論ね。ただね、サルトルのね、なんか想像力論ってね、サルトル信者にごめんなさいなんですけども、割としょぼいんですよね。要するにね、イメージのね、自立性をね、あんまり認めないんですよ。ピエールっていう人物のイメージがあったら、そのピエールのイメージっていうのは、あの人物ピエールに向かうって言っちゃうんですよ。マジかよ、ピエールの画像がさ、ピエール本人とさ、違う実在性ないのみたいな。近年で言うと、いわゆるですよ。リアルはクソ、バーチャル最高の価値観ってあるじゃないですか。そう考えると、要するにサルトルってのは、いや、VTuber っているけどさ、結局あの側ってさ、中の人に向かうよね、理論なんですよ。雑に言うと。やばいね。これサルトル信者が起こるかもしれないね。わかります？だから、要するにウルティなんてやつはいないんですよ。黒沢智代なんですよ。わかります？そういうイメージ論だと思って、軽視してたんですが、ちょっとね、やっぱね、それ30年以上軽視したんですけども、ちょっとね、ちょっと反省したんですよね。若い頃ちょっとサルトルを穴掘りすぎてたなっていう反省が生じてね、50歳になってね、反省してるっていうのが、そのワンピ漬け、ジーレコ漬け、プラス、ちょっとサルトル読み直さなきゃな気分っていうのが今の私でございます。はい。というわけで皆さんもね、だから夏休み計画としては、ちょっとサルトルについての、一定の見解をどうにかしようかなと思ってるって感じですかね。成田さんの新書って何だろう？サルトル論とかの、成田何々さんだ。ちょっと、もしよければ30の人、そのタイトルまで上げていただければ、読みます。はい。あ、サルトルはね、このね、この翻訳おすすめ。この沢田直さんって人がね、いいんですよ。
サルトルが、なんて言えばいいのかな、立教の先生なんですけれども、サルトルが皇族世代全員に侮られたことを認識しながらサルトルの魅力をプレゼンしようとしてる人なんですよね。だいたいサルトルファンは、ですね、皇族の人間がサルトルをボコったけど、おめえ分かってねえんだよっていう構えで紹介してくるんですよね。そうすると、ええー、ってなっちゃうんですが、この人たち、この人はむしろ、サルトルはいろいろ言われたけれども、こういうところありますよっていう、なんていうかな。あの、白サルトル紹介者みたいな感じ。ということで、この本あたりが、これ翻訳出たの2020年ぐらいなのかな。そうですね。2年前ぐらいですね。なので、まあ、これと、それ関連のなんか、近年の紹介っていうのがおすすめかなと思います。はい。という感じでしょうか。というわけで、イントロは終わりにして、早々にワンピの話に入っていきたい。で、いろいろちょっとね、皆さんにアンケートを取りたいと思うんですよね。ちょっとじゃあフリップを出しつつ、アンケートも取っていくっていう流れにいたしましょうか。ニコニコの方はアンケートにお答えられる感じでしょうかね。はい。で、フィルムレッドを手がかりにしてワンピースを考えたいってことなんですね。で、フィルムレッドは、アドファンって多いですよね。アルバム、歌っていうね、アルバムも出ていて、で、今回映画のために、さすがにね、歌のね、フィジカル買うほどまで、ちょっとフィジカル高いんですよね。なんか劇場版の CD 付きパンフも売り切れでしたね。ただ私はサブスク入ってるので、歌の歌は普通にまあ聞きまくったんですよね。というわけで、いろんな切り口があります。ワンピースをね、ここしばらくね、全然見てない人もね、割と見れる映画になります。はい。うん。じゃあ、はい、次お願いしますか。で、フィルメットについていかがでしょうか。今のね、ワンピースって新世界編なんですが、歌のテーマは新時代なんですよ。おおって感じですね。この新時代ってなんだか知ってます？これネタバレ、ちなみにネタバレは全然、なんていうの、躊躇なしでいきますので、そこもよろしくお願いします。簡単に言いましょうか。大海賊時代潰すって話なんですよ。おお。でも劇場版だしなぁ。まあそういう話です。わかりましたね。これでもうネタバレですね。見てない人。見てない 50% 超えなんですが、見てない人がね。見てない人がね、これから見に行ってほしいと思います。理由は、ワンピースって何回もまとめの流れがあるんですけれども、今回のフィルムレッドは割と、本当の序盤のワンピースの構造的な肝についての物語でもあって、ただし、ルフィがそんなに活躍しないとも言える。やばいな。マイナスの要素みたいだな。その代わり、ワンピースについて考えたい人がね、超良い。あと、後のライブとして見るといい。でも、最悪、新時代とかね、私は最強とかのね、MV を YouTube で見てるだけでもいいのでは説ってのもあって、言った方ね。まあ、とりあえず、その後の、MV を、まあ、何曲か聴いてみて、まあ、一曲でもいいなと思ったら、それを見に行くでいいと思います。ある意味、なんて言えばいいかな。マクロスフロンティア以降。あとは2010年代のアイドルアニメの流れ。に、ワンピースを乗っけてきたのかよっていう意外性が、今回のフィルムレッドの大ヒットの鍵だと思いますので、つまり、なんていうの、歌が聴きたいなって人もね、行くともいいと思いますよ。あとはね、現在では比較って意味嫌われるんですが、私の最強伝説では、比較をガンガンしていくんですが、フリップに一切書かなかった要素を挙げると、去年の、あれですよ、細田守のね、竜とそばかすの姫を、見て、良かったなーって人、ライブは良かったなーって人、シナリオどうなのって人も、絶対この作品と比較するといいと思います。そういう意味では、
ワンピース映画というよりはね、細田守映画って言ってしまえばですよね、新海誠と並んで、日本映画を考える上での重要作品の一つになってるじゃないですか。そして、鬼滅の刃の、まあ、無限列車編とかね、あとは、呪術廻戦ゼロとかね、ジャンプアニメ映画が、2020年代の日本映画興行において、存在感を見せる中で、ワンピースがそこに入って、食い込んできたっていう意味では、ワンピースにそれほど関心のない人こそ、わかります?日本映画ってどうなってるのってのを考える上でもね、一応見た方がいいかなと思います。あんまりいい推しになってないかもしれないけど。じゃあ次のフリップお願いしますか。で、作品世界の超つがいとなってると思うんですよね。で、私の評価は、いいところと悪いところ両方ある。って感じですね。はい。で、ワンプレイティースインプレッションについて、オープニングトークで語ったことの繰り返しにもなるんですけども、私はずっと熱心なファンというわけではありませんでした。正直に言うと、私は単行本で持ってたのは、だいたいね、25巻ぐらいまで買ったんですよ。典型的ですね。わかりますか?25巻ぐらいってどの辺ぐらい?あれ、正直ですね。空島が終わった瞬間単行本買うのやめてるやつですね。ただし、本誌では割とちょこちょこ追っていて、本誌ではね、どの辺まで追ってたかな?シャボンディ初頭編ぐらいまではストーリーを追ってたかな。そんで、エースと白ひげが、なんかエースが処刑されるぞってところも一応熱心に、読んでたかなって感じですかね。そんな感じです。で、ちょっとそれ以降はやっぱごちゃごちゃしてました。なので、私はガチ勢には負けます、今回の考察。やっぱりね、ガチ勢としてはね、恋するワンピースがガチ度高いですよね。なんか、恋するワンピース知ってます?なんか、めっちゃ面白いんですけどね。ウソップキャラが、これね、ラブ、ロマンス、恋の幕開けとか言って、ね、作者女性ですよね。これ、ウソップがなんかね、すごいクズキャラなんですよ。これいいんですけど、この人のね、ガチ知識に比べたら全然ね、勝てないんですが、はい。っていうぐらいのワンピース好きです。だから、ワノ国でウルティさんいいじゃんっていうのもね、つい最近ですよ。ごめんって感じです。はい。で、まあ正直、私はジャンプの時代を考える上では、ポストワンピースの兆しとしてのね、まさに鬼滅と、約束のネバーランド以降のジャンプです。これについては、最強伝説のね、ちょっと前に考察しましたが、ああいうのも、ワンピース的なものがずっと続いていく中で、ワンピースのジャンプって状況に対するネクストステージとしてね、2016年以降の動きに注目したって感じなんですよね。その時やっぱワンピースってのはなんか空気っていうかね、いる存在っていう扱いだったんですよね。ところが今回レッドがそこにググッと入り込んできました。これやっぱ谷口五郎監督っていう、理由も大きいと思います。あとは漫画の連載がまさに和の国の後日談状態なんですね。で、この動画は大変申し訳ないんですが、この今回の放送は8月17日時点です。ジャンプで言うと36号、37号時点なんですよ。で、ばらすと、めっちゃでかくばらすと、和の国にヤマトさんっていうね、まあキャラがいるんですけども、ヤマトどうなるっていう。ヤマトどうなるんだよが、私、まあ、まだこの、今日の時点では分かってないんですよ。ワノ国編はもうある意味終わってるんですが、その後さあ、ヤマトさんどうなるのか、の状況なんですね、今。で、この後最終章が始まる。多分最終章ではサボがどうなるのかっていうのがわからないんですよね。ちなみにアニオタは、
ヤマトさんはね、CV 早見沙織さんなので、OK ですか？アニメファンはね、そっか、ヤマトは早見沙織さんかって言ってね、ヤマトまとめみたいなちょっと切り抜き動画っぽいものがあると思うんで、ちょっとグレーかもしれないんですが、まとめを見るといいかもしれません。ワンピース声優、そうでしょ、ガタって人でしょ。ワンピース声優は基本的にベテラン揃いなので、今回のフィルムレッドも CV が名塚かおりさんなんですよね。10代のね、少女なんだけれど、やっての名塚さんか、みたいなね、感じなんですよ。で、だからあれなんですよ。ワンピースやばいんですよ。だって、ウルティの黒沢智代さんがもしかしたら最も若いレギュラーかもしれないっていう。わかりますか？ウルティとヤマトが若い方なんですよ。すごい世界ですよ。だってあれですよ。革命家のね、サボってあれですよ。古谷徹さんですよ。マジですか？マジですかって言うんですよ。安室さんですよ。安室さん若者やってるんですよ。ちなみにサボではね、古谷さんね、結構若い声出してるんだよね。うん。っていうね、作品なんですよね。なので、今回のワンピースまとめは、ワンピースのトータル考察とはやっぱりいかないところに関しては、そうなんですよ。黒沢智さんだから何回でも言いますよ。ウルティ。このね、心の狭いね、ブラコンキャラですよ。恐竜、ブラコン、頭突き、マスクキャラですよ。ただし、あえて言っちゃうと、どう考えても尾田栄一郎さん、鬼滅の刃を見てこのキャラ思いついたよね。っていう、わかります？ちょっと禰豆子見て作ってね、こいつみたいな。ウルティ絶対禰豆子見て作っただろうっていうね。ポスト鬼滅なんですよね。ワノ国大体そういう感じするんですよね。まあ、それは否めないんですが、まあでもウルティいいですよ。というわけで皆さんはウルティを見ましょう。ということで、何言ってんだって感じですけど。以上終了って感じですか。じゃあ次行きましょう。何を？そうですね。ワンピース皆さんどこまで見たでしょうかね。それもちょっと聞きたいと思います。かなり重要な問いだと思うんですよね。だから私は、そんな感じなんで、ワンピース映画といくつかのサイドストーリーも見た。ロマンスドーン編も見てますよ。アニメで。YouTube の方は、できれば会員に入ってほしいんですが、ロマンスドーンの話とかはね、YouTube タイム後にやろうかなと思ってます。どこまで見ました？ワンピース。はい。割とワンピースはね、読んでない人もいて、全部読んでるが27%ぐらいいるのか。おお。単行本合わせると30%ぐらいの人が割と読んでる人ですね。和の国ぐらいまで合わせれば。そう、ロマンスドーンってのは読み切りのやつなんですが、実は2019年にロマンスドーン編がわざわざ放送されたんですよ。OK。割と皆さんワンピース読んでらっしゃいますね。アラバスタでやめちゃってる人も多いですよね。うん。あとあれですよね。7月に実は無料でやってたんですよね、ジャンプラでね。実は私は、無料で読み直しました。当然。了解です。じゃあ、そうね、静岡県ワンピースの再放、そうね、アラバスタに着きそうになるとリセットってやつね。そう。静岡県民かわいそうだよね。ずっとアラバスタまでループしてるのね。だからビリがなんか、こう、グーってでしょ？イェーイって腕をこうやると、あそこまで見れないんでしょ？ OK。これね。わかりますよ。はい。じゃあ、そんなところで、入っていきたいと思います。で、フィルムレッドはね、そういう意味ではね、ワンピースをね、捉え直す上でね、良い外べりなんですよ。ワンピースってのは、1997年に連載開始ですね。これはね、通称暗黒期というか、厳密にはね、マガジンが、編集者木林伸さんのパワーによって、ジャンプの部数を抜いた時代に連載開始なんですよね。そしてテレビアニメは1999年に開始なんですよ。で、ワンピースってのはね、
良くも悪くも1990年代的な作風なんですよ。詳しくは YouTube タイム後にしますけれど。ワンピースの序盤っていうのはね、何に似てんのかな？簡単に言うとね、ポストドラゴンボールの頃にね、当時のね、エニックスね、がガンガンを創刊して、少年雑誌四強状態に食い込んでいく時代ですよ。ハーメルンとかね、魔法陣ぐるぐるとかね、ハプア君とかね、そういう時代ですね。つまり、ジャンプの団塊ジュニア世代を軸とした、ジャンプのなんか圧勝時代が終わった瞬間のね、90年代っぽさがね、ワンピースには濃厚なんですよ。あとはね、ワンピースのビジュアルセンスを支えてるものってすごい簡単で、今となっては古臭いんですが、オースティン・パワーって知ってます？ヒカキンみたいなやつが活躍するやつね。もうヒカキンみたいなやつとか言って すげえ雑に言うけど。オースティン・パワーズですよ。主人公マイク、ね、わかります？マイク・マイヤーズさんがね、ヒカキンみたいなルックスで大活躍するオースティン・パワーズシリーズっていうのが97年に始まった映画なんですけれども、オースティン・パワーズっていうのはね、簡単に言うとね、1960年代的な、ヒッピー的なフラワーのね、サイケデリック、リバイバルビジュアルなんですよ。で、ワンピースってね、ビジュアル面でね、初期にね、美意識が統一されたのはね、バロックワークスなんですよ。バロックワークスからは、結局ニコ・ロビンがね、仲間になりましたけれども、バロックワークスって完全に、時計仕掛けのオレンジなんですよ。キューブリックのね。つまりね、オースティン・パワーズっていうアメリカの、その6、70年代リバイバルビジュアルの映画シリーズが何をやったかっていうと、まさに、時計仕掛けのオレンジとかね、そういうものをね、1990年代に取り替え、取り、なんか、再復活させたようなサブカルセンスなんですよ。それがね、それをね、尾田栄一郎はね、完全に自家薬老中のものに決めていたってことですね。あとはね、知ってます？1990年代の、あだはなイラストレーター、みつる。知ってます？みつる。みつるっていうね、326っていうね、イラストレーターがいたんですね。今でも活躍中なんですけどね。そうなんですよ。尾田栄一郎ってね、要はみつるのセンスをジャンプでやってた人なんですよ。ただ本当は、松本太陽も入っていたんだと思いますよ。けれど、松本太陽をみつるに寄せつつ、なんていうの？時計仕掛けのオレンジにしたもの。そう、ジュークとかですよ。それが尾田栄一郎のビジュアルセンスなんですね。で、このセンスのベーシックは、今でも健在です。だから、フィルムレッドの歌ちゃんのビジュアルは、まあ、現代的でもあるんだけれど、十分ね。でも同時に、まあ、要するに今ってね、1990年代っぽいものがリバイバルしてますよね。ある意味ね。リバイバルっていうか、まあ、すっかり2週、もうリバイバルが、のブームもちょっとそろそろ終わる頃かな。ベイビードライバーとかね。ああいうね。つまりね、尾田栄一郎のセンスがむしろ、オースティン・パワーズみたいに復活してる時期なんですよね。フィルムレッドはね、つまりね、自分のセンスがもう一回リバイバルになってるってものにうまく乗っかった。そこにアドという旬のシンガーを迎えることに成功したっていうね。そういう作品なんですよ。これがワンピースおよび尾田栄一郎の、視覚文化的な意義かなと思います。これはワンピースガチ勢はこういう考察はしないと思うんですね。と思います。で、その上で、ワンピースの最初のアニメは、ワンピース倒せ海賊ギャンザックなんですが、
これは今、冒頭でも言いましたが、YouTube で公開中です。これね、熱いんですよ。アニメーターがね、結構偉いアニメーターがいっぱいいるしね。何が素晴らしいってね、ギャンザックすごいんですよ。ギャンザックもすごいんだけど、ギャンザックはアニメーターがすごいんですね。ちなみに、ワンピースってね、歴史長いからね、すごいんですよ。そうそうそう。ちなみにね、余談ですけれど、ワンピースの99年のアニメの1話を見てください。海賊 A がね、神谷浩史なんです。で、海賊 B がね、野島健児なんですよ。マジです。マジですよ。結構そういう感じでね、歴史が長いとね、いろんなことも起きるわなーって感じですよ。了解ですか。でね、谷口五郎のアニメ初監督、なんとね、倒せ海賊ギャンザックが初監督作品なんですね。当時はね、でもね、同時にね、ガサラキの副監督みたいなこともやってたんですよ。谷口五郎がギャンザックで監督に起用されたのは明らかに、ガサラキというね、途中で自衛官が暴走するやつね。OK ですね。OK ですね。自衛隊が暴走するやつね。あれが、なんていうかな、どっちかと村上龍の5分後の世界みたいな話ですよね。OK ですね。そう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 。で、あれの力量を買われて、だから一般にはあれじゃないですか。ガサラキから無限のリバイアスで、要するに、まあハードな世界観をひたすらね、やった人と思われてるんだけども、実はギャンザックが初監督ですよ。これ重要ですね。で、フィルムレッドで超久々に、わかりますか？つまりワンピースを、だから、実はね、ワンピースガチ勢の人はね、今ね、警戒マックスなんですよ。どういう警戒をしてるかっていうと、お祭り男爵でワンピースを語る、うざいワンピースアンチに対する警戒っていうのがね、これまでは多かったわけですね。あんなワンピースを根本的に理解してない細田守なんかで、ワンピースを語るんじゃねえよってのがワンピースガチ勢のイラスリポイントだったのが、今度はね、やっぱギャンザックがさ、とかいうふうに雑語りをする、谷口五郎ファンの ワンピース語りを最大警戒の警報がビービービーとなりっぱなしなんですね。すると私、もう危ういですね。もうお前じゃあギャンザック勢じゃんって感じですよね。ですが、一応ポジションをはっきりさせておくと、ワンピースフィルムレッドは、そうですね、谷口五郎のマックスパワーではないと思います。初めにはっきりさせると。けれど、まあ、さすがってところもあるので、見た方がいいと思います。っていうぐらいの熱量ですかね。さて。で、その上で、これネタバレじゃんじゃんいくんですが、まあちょっと本当のネタバレは後にしますが、簡単に言うとアドを起用しつつ、チャンクスの娘、ウタが登場します。ちなみにね、ワンピースマガジンでは、の、恋するワンピースではね、そうですよ、ウタはシャンクスの実の娘なのかっていうね、ネタをやっていてね、実の娘である、実の娘ではないっていうね、やばいトークをやりながらね、映画を見た人たちが涙を流しながらね、ウタはシャンクスの娘ですって出てくるね。いいね、このぼかしっぷりが。わかりますか？ ウタはシャンクスの娘ですってみんな泣いてるけど、これ笑わせてね。あまりバラさない方がいいんですよ。まあいいや。ウタはシャンクスの娘ですっていうね。そうだよなっていう映画です。YouTube タイムではこれぐらいにとどめましょう。はい。そういうことです。で、CV 名塚かおりさんのライブを軸としたストーリーなので、皆さんはぜひとも、新時代、私は最強、逆光、歌からララバイ、トムジーカってやつね。で、世界の続き、ちょっと待って、私はね、サブスクで見てんでね。風の行方が、の7曲が、
映画で使われてるんですが、私はね、実はね、おすすめはね、アルバムにくっついてるね、ビンクスの酒っていうね、どうでも良さそうなテレビがね、どうでも良さそうな曲がね、一番好きかもしれない。出たー。そういうこと言うやついるよね。そう、7曲も用意してるんですよ。でも、アルバムの8曲目、ビンクスの酒が好き。まあいいや。まあそれはいいんですが。ということで、皆さん、サブスクなり、ミュージック、MV がいっぱいありますよね。新時代とか、私は最強とかね。あとは、そうね、まあ、歌方ララバイとかかな。まあ、いくつか。だいたい熱い曲多いので、その辺を聞くといいんじゃないでしょうか。と思います。うん。7曲ね、そうなんですよ。だから、ビンクスの酒使ってほしかった。いや、それはいいんですけど。さて。でね、ワンピースってやばいんですよ。単行本が現在、103巻。そしてアニメも、今何話までいったんだっけ ?1000 話超えてますよね、言うてね。1000何話だっけ ?1050 何話とかそういう感じですよね。という状態なので、これをね、構造としてガシッと捉える上で、今一番いいの何なんでしょうか私は、極論すると、1話を見るのもいいかもしれないと思うんだよ。ただ、今更ワンピース1話を見て、ワンピース全部の構造なんてわかるわけないじゃないですか。ですよね。ワンピース映画、後で、この次にすぐ語りますが、ワンピース映画は、近年は、特にこの10年間ぐらいは、ワンピースを、やっぱり、追い切れなくなった人向けに映画を作るっていうね。小田一栄一郎自ら葬式で、そうですよ。ビンクスの酒コンポーザー、そうですよ。田中光栄さんですよ。そうですよ。皆さんね、ワンピースちょっとね、バラしますと、みんなさ、ワンピースのさ、悪い噂知ってますよね。みんながワンピースを雑にディスるときにみんな使うやつ。ワンピース雑ディスってご存知ですよね。ワンピースって結局何なんだよ。一つなりの宝ってさ、これまでの冒険の俺たちの旅の仲間だろうっていう雑ディスあるでしょ。まああれ繰り返しね、小田栄一郎さんがね、いやちゃんと否定しまくるわけね。あれなんでか知ってますか？なんでみんなそれ言い続けるか知ってますか？ウィアーのせいですよね。ウィアーってさ、探し物を探しに行こうっていうさ、かっこいい歌詞なわけよ。それさ、探し物を探しに行くってさ、どう考えてもそのプロセスがワンピースじゃんっていう風にしかさ、みんな思わないんですよ。わかります？で、ウィアーって結構いい曲じゃないですか。探し物を探しに行こうですよ。OK ですか？ね。そうですよね。だからそうですよね。だからね、ウィアーがね、曲が良すぎるせいなんですよ。そう考えるとね、皆さんのワンピースに対する、印象っていうのは、かなりアニメワンピース、とりわけ、ファースト主題歌、ウィアーによって、無意識に規定されちゃってんです。そうだよな、探し物を探しに行く旅だよな、みたいな。OK ですか？海賊王っていうものが抽象的なんですよ。海賊王に、俺はなる、その内実がよくわからないんですよね。ですよね。ってことはやっぱ探し物を探しに行くってことだろうっていうね。そうならざるを得ないんですよ。これですよね。で、つまりそのふわふわと雲をつかむような話なわけですよ。うん。雲をつかむ。これはあれですね。詳しく後で語りますが、いわゆるギアフィフスですよね。あ、皆さんね。103巻はね、あ、てか、正確には102巻の方がやばいかな。いや、103巻かな。103巻が、あ、でも、ギアフィフスの本当にやばいのは102巻ぐらいから展開してんだけど。でも100、いいのか、103巻でいいのか。まさに最新巻でギアフィフスが全開になったんですよ。ギアを入れるっていう表現あるでしょ。今までギアチェンジが、スーパーサイヤ人の真似だろうとかね、いろいろ言われてきたんですが、実は、
やっとギアフィフスでスーパーサイヤ人になったんですよ。すごい簡単に言うと。わかります？ 103 巻でようやくスーパーサイヤ人になったんですよ。非常に雑に言うと。これがね、ちょっとネタバレするとね、空島のエネルっぽいなと私は思ってるんですが。これわかる人わかりますよ。まあそれはいいんですけども。で、そんな中ね、102、103巻はね、だから構造がぐいっと変わるから。うん。そうそうそう、これここまでは海王権でしたね。その通りですね。海王権みたいなものですね。でね、これ何がポイントかっていうとね、ワンピースの、悪魔の未能力者っていうのは、一体何なのかなんですよね。ジョジョの奇妙な冒険のスタンドバトルとは、あんまり比較する人っていなかったと思うんですよね。でも、私が思うには、トラファルガーローあたりからね、スタンドっぽいんですよね。わかりますね。ローの能力めっちゃスタンドですよね。スタンドっていうよりはハンターハンターの能力っぽいのかな。なんかね、ワンピースは実は能力バトルにおける独創性っていうからオリジネーターとしての力はどれぐらいあるのかっていうと、ちょっとわからないんですよね。ただ、あえて言いましょう。ゴムゴムの実っていうのはやっぱりアイデアとしてものすごく優れていると思います。ゴムゴムの実ってなんだかわかります？ディズニーが世界を取ったミッキーマウスなんですよ。ゴムゴムの実食ったやつ誰だよ、ミッキーマウスじゃんって感じです。わかります？ディズニーの口笛吹いてるさ、ピピピピって蒸気船ウィリー。蒸気船ウィリーのミッキー見てくださいよ。お腹を、ピートにグニーンって引っ張られて、うおーってお腹でグググってまとめてる。あいつゴムゴムの実の悪魔の実ですよ。悪魔の実所持者なんですよ。つまりね、ワンピースのルフィのゴムゴムの実っていうのは、ゴムゴムの実じゃないや。ゴムゴムっていうのは、そう、カートゥーンだったんですよ。そうそうそう。するとね、ギアフィフス状態はね、カートゥーンに戻ってくるんです。割と長らくカートゥーン忘れてたでしょうっていうね。つい先日亡くなってしまった高橋さんのね、あれですよ、遊戯王ね。遊戯王のトゥーンですよ、トゥーン。遊戯王のトゥーンは、元ネタは、ハリウッド映画のね、実写と手書きアニメーションのパーフェクト合成のロストテクノロジーで有名なロジャーラビットが元ネタですよね。そうそうそう。オッケーですか？ああ、ダルシムね。いや、当初はダルシムかもしんないんですよ。だから、小田栄一郎は、そういうカートゥーン的射程を、最初から明確 に認識していたかというと、私は怪しいと思うんだけれども、簡単に言うと、ワンピースは持ってたんですよ。その話はね、YouTube タイム5にしますので、ぜひ、YouTube の方は、会員になってくださいね。まあ簡単に言うとそのトゥーン構造をルフィがものにしていたってことなんですよね。それがワンピースの成功の秘訣だろうと思います。で、そこに103巻でようやくフィフスギアで戻ってきたってことですね。で、その状態を構造として捉える上で、ワンピースっていう物語自体を、まあアドの曲いいから見に行くかなで全然 OK です。はい。というわけで、次行きましょう。はいはい。さあ、で、ワンピース映画はね、これね、ワンピースの魅力はアニメにあると思います。で、皆さんね、ワンピースの映画はね、ファンタスティック4はね、そうね、結果的に入ってますよね。うん。はい。で、見ていくと、結局、今世紀の東映アニメーション主力作品の一つです。ワンピースの魅力って何だかわかりますか？東映動画からの、簡単に言うとジブリと東映動画的なものとね、日本のアニメーションで言うとね、虫プロ的なもの。出崎治ですよ。
ガンバの冒険、宝島的な要素と、OK ですか？あと動物宝島とかね。あとは未来少年コナン。それと、ドラゴンボールといったね。わかりますか？まあ、東映の歴史プラスジャンプの歴史を、結果的に全部集約しちゃったことになるんですよ。その結果、今世紀の東映アニメーションは、ワンピースとプリキュアですよね。ワンピースとプリキュアのスタジオなんですよ、東映っていうのは。そう考えると、アニメーションの位置は思いのほか重要だと思います。ちなみに、初期のワンピース映画っていうのは、特にね、第一作はね、めちゃくちゃアニオリ要素が強くて、私はぶっちゃけ、第一作は、解釈違いではと思っていました、理由。今では OK だったなってわかるんですけど、ワンピース映画をたくさん見てない人は、第一作を見てほしいんですよ。第一作はね、何かっていうとね、おでん屋なんですよ。おでん屋が出てくるんですよ。ワンピースの世界ってね、ゾロこそ、なんか日本っぽい村、下野村にいたけれど、わかります？イーストブルーって別に日本じゃないじゃないですか。なのにおでん屋かよと思ってね。邪魔だなーって思ってたんですよ。ワンピースの和の国っておかしくねーって思ってる人いるでしょ。実はワンピースの最初の映画がね、おでん屋さんなんですよ。このワンピース最初の映画のおでん屋さんっていうのはね、私はね、これさ、ナルトのさ、ラーメン屋じゃんみたいな。OK ですか？ ナルトかよと思ったわけよね。ね。ところが、結果的に大正解でした。OK ですか？あとね、このタイトルを見て何か思いませんか？特に第2作のねじ巻き島と、第7作のからくり城ですよ。これさ、激ドラじゃね？っていう、ありますか？ 劇場版ドラえもんっぽさをさ、狙ってません？なんか劇場版ドラえもん好きな人がさ、間違って見に行くことを狙ってるタイトルだと思いませんか？ねじ巻きとかさ、からくりとか。思いませんか？思いますよね。そうなんですよ。簡単に言うとね、ワンピース映画の初期は割と緩いんですよ。あえて言いましょう。全部見てますが、初期映画であえて見るべきだとするならば、私は、4作目のデッドエンドの冒険と、5作目の呪われた聖剣が、初期ワンピの、ちょっとハードな側面を、になっている、と思います。割と原作に寄せつつ、簡単に言うとね、ストロングワールド、フィルム Z、フィルムゴールド的な作品に、の前哨戦はデッドエンドですね。デッドエンドっぽいものを、尾田栄一郎監修でやったのがストロングワールド以降だと思うんですよ。なので、原作ワンピース映画好きの人が、今に通じるものを見たいのだとするならば、4作目、5作目は割と重要かもしれない。呪われた聖剣はあれですよ。ルフィ VS ゾロですよ。おお。私はね、デッドエンドの冒険が割と面白かったですね。呪われた聖剣はね、ルフィ VS ゾロの割には、私は、いや、デッドエンドの方が面白いんですよね。ちょっとこれ個人的な感想を述べちゃうとね。なんでかっていうとね、海軍がめっちゃイントロに入ってきてね。まるでプライベートライアンかよ、みたいなね。展開なんですよ。てか、プライベートライアン見て作ってますね。完全にね。海軍対海賊構造がね、バシッと出てくるんですよ。デッドエンドの冒険が。わかりますかね？という魅力があります。さて、その上でね、はい、6作目、お祭り男爵と秘密の島。これがね、
今回フィルムレッドで、アンチホスダ守が大活性化中ですけれども、もうお祭り男爵がいかにワンピースを理解してなかったかっていうね、演奏の声噴出中ですよ。お祭り男爵は私は、ホスダ守のキャリアにおいて超重要作品だと思ってますね。ただし、ワンピースっぽくないっていうのも、まあ、ある意味そうかもしれないとも思っているが、ワンピース世界を外側から描いてます。ワンピースってさ、どうせ絆だろう、絆ってうざくねーって人は、お祭り男爵マジおすすめ。ルフィの絆がひたすらズタズタにされる精神攻撃なの。あのね、パッケージでね、あれですよ、村上隆要素のフラワーがね、にっこりにっこりしてるのね。にっこり笑ってるんだけど、本編全然にっこりしてないんですよ。ひどいですよ。でね、ホスダ守のビジュアルセンス炸裂の序盤がこれなんですよ。ちなみにね、ワンピースの第一作はミニアニメなんですが、平英知ってます？デジモン僕らのウォーゲームなんですよ。知ってました？えぐいんですよ。つまりワンピースの第一作からお祭り男爵までは、私はホスダ守の影ってのがあると思うんです。まあ第一作と第六作かなって感じですよね。了解ですか？でね、カラクリ城はね、初期ものとしてはね、ガジェットがね、お城のガジェットがね、激ドラっぽくもあるんだけど、私は実は、むしろ、長靴を履いた猫クライマックスっぽさがあると思うんですよ。カラクリ城っていうモチーフが。つまり、宮崎駿要素ですね。東映アニメーション、ちょっと、ジブリの活劇的魅力っぽいものを、ワンピースを通じて実現するぞっていうのが7作目だと思いますよ。あとはメカ巨兵のモチーフはね、これ面白いですよね。すごい簡単に言うとね、マザコンのムスカみたいなやつなんですよ。カラクリ城のね、ラスボスってね。マジで。で、メカガジェットってね、要はね、フランキーじゃんってことなんですよ。その意味でもね、7作目も重要かもしれない。あとね、チョッパー王国もね、まあチョッパーも大事だしね。なんか、まあ結局全部重要なんですが。じゃあ次行きましょう。そして実はここで一旦ね、ワンピース映画はね、頭打ちになるんですよ。結局ね、カラクリ城で多分ね、ちょっと伸びなくなったんですよ。構造が落ち着いちゃったんですね。ワンピースってこういうもんだろうっていうのが、2000年代を通じて確立されてしまったんですが、2006年から7年におけるアニメ界の激変ってわかりますよね。まさに、時をかける少女とか、鈴宮ハルフのユースとかね、あとはコードギアスとかね、そういう時代ですよ。その時期、ワンピースは8作目、9作目で結局、アニオリプラス本編っていう謎のね、アラバスターとね、チョッパープラスなんですが、これがね、またややこしいんですよ。アラバスター編でね、もうチョッパー編もね、その子の仲間がね、いるんですよ。つまりね、厳密にはね、ワンピースコミック版と繋がらない微妙なパラレルなんです。8と9は。だから変な総集編なんですよ。ただ、アラバスタ編っていうのは、ワンピース読者も、ワンピースアニメ視聴者も、一回離れてしまったエピソードなんですよね。なので、あ、やっぱアラバスタ編ってこんな感じだったよなっていうのを集大成と、つまりね、一期ワンピースはここで終わるんですよ、ある意味。それを見る上ではいいかもしれない。で、チョッパー編が面白くてね、チョッパーが仲間になる話なのに、フランキーとかいるんですよね。OK ですか？だからプラスっていう謎のエピソードになってるんですよ。これ面白いね。チョッパー編なんかね、後の仲間いるのに、フランキーいるのにチョッパーがいないんですよ。OK ですか？なんか、マジかよって感じなんですよ。あとね、絵柄がちょっと独特なんですよね。うん。っていうね、感じです。
あとヒルルクさんね。チョッパーのお師匠の医者のね、いい人生だったってやつね。あれがね、感動エピソードは見れますよ。だからビビーもそうだけれど、8と9ってのは言っちゃうと、ワンピースの感動要素ですよね。ビビーとチョッパーって割とワンピース泣かせ要素のね、トップエピソードだと思うんですが、多分これね、涙やるとね、胸クソ悪いんですよ。わかりますか？涙やると、ナロー系っぽいんですよ。そうですよね。涙やっちゃうと、奴隷解放モチーフだから。わかります？ね。あとは、そうですよね。あと、ロビンでやってもちょっと胸くそ悪いんですよ。なので、ビビとチョッパーでやるんですよ。了解ですか？ということです。そしてね、現在の流れってのは、実はストロングワールドから生まれました。ストロングワールドってのは、すごい簡単に言いましょうか。尾田栄一郎がなぜ侮られたかっていうと、なんか90年代 J-POP にね、ワンピースを例えると何かっていうと、ミスター・チルドレンなんですよ。このストロングワールドってわかります？イノセントワールドなんです。わ かりますか？で、主題歌をちゃんとミスチルに依頼してんですよ。どうすならイノセントワールドそのまま流せばいいのにぐらい思ったんですね。了解ですか？でね、ストロングワールドはね、監督がね、堺宗久監督なんですよね。堺監督はあれですよね、プリキュアもやっていて、今だとゾンビランドサガのね、監督として、2010年代から20年代にかけてのね、東映を出ても活躍してる、堺監督がやったのがストロングワールド。でもこれはね、堺監督の集大成に近いのかもしれない。そうそうそう。めっちゃ盛り上がった時期です。ストロングワールドがある意味、つまりね、それまではね、キッズ枠としてやっぱ作ったっぽいんですよね。ストロングワールドはね、でもね、ストロングワールドはね、映画を見るとね、これトリコじゃねえ。トリコってね、ストロングワールドだなと思いますよ。ストロングワールドマジおすすめ。ストロングワールドを見るとトリコが大体わかる。本当ですよ。本当ですよ。大体トリコってストロングワールドなんですよね。いやー、いろいろ面白いですね。で、その後ね、実はね、3D 麦わらチェイスっていうね、ショートアニメーションがあるんですが、この後ね、フィルム Z。で、ちなみに私は、ストロングワールド Z、ゴールド、スタンピードの中では、Z が一番好きかも。ただ、完成度高いのはスタンピードかな。っていう印象ですね。ゴールドはね、若干微妙なんですよね。ちなみに、ゴールドの、脚本家の方が、黒岩さんが、レッドもやっていて、ゴールドはね、ミュージカルっぽいんですよ。ただね、フィルムゴールドって何と比べちゃったかって私はね、あれなんですよね。ディカプリオがやってるさ、なんてフィッツジェラードのやつ。すぐ忘れる。ギャツビー。グレートギャツビーなんですよね。グレートギャツビーと比べるとね、グレートギャツビープラス、オーシャンズシリーズって感じ。フィルムゴールドは。フィルム Z はね、割とね、なんて言えばいいかな。私はだからね、この中ではね、フィルム Z が割と構造の外側えぐるっていうか、要するに海軍の、海軍に馴染みきれなかった男が、ネオ海軍を率いるって話なんでね。割とレッドはね、フィルム Z に近いかもしれない。と思います。で、スタンピードは、集大成お祭り映画ですね。っていう流れでした。いやー、結構まとめてみましたね。というわけで皆さんね、そういう感じで要所要所にこんな感じで構造化できますので、適宜過去の劇場版映画をあまり見てない方は、この動画を参考に見てほしいなと思います。でね、忘れちゃいけないのがテレビスペシャルがワンピース時代劇スペシャルです。
これがね、これね、明らかにね、尾田栄一郎自身が、ワンピース時代劇の要素をフィードバックして取り込んだのが和の国ですね。完全に言えると思います。あとはね、ストロングワールドがすでにそうなんですよ。ストロングワールドの、ちょっとこれ後半で言う話を先取りしますけれども、ストロングワールドっていうのは、悪役が、ですね、ちょっと名前忘れちゃうんだよな。キジシですよね。シキ。シキっていうキャラですよね。金か、金獅子か。シキっていう、金獅子のシキっていうキャラクターが、ストロングワールドの悪役なんですけども、こいつがめっちゃ和モチーフで出てくるんですよ。お座敷ですよ。超大広間。お城の大広間で、悪事を企む大名みたいな感じなんですよ。ストロングワールドの金獅子の式っていうのは。で、これってね、ワンピース時代劇が2005年から7年と9年にかけて、断続的に放映された、そう、竹中直人がやってんの。そうそうそう、金獅子の式。で、その要素なんですよね。つまり、ワンピースの急速な和洋化は、ワンピース時代劇及びストロングワールドで導入されたものなんですね。で、その結果何が生じたか。あとはね、これもちょっとフリップに書かなかったんですけども、牧野正弘の、次郎長三国志ですね。次郎長三国志の、尾田栄一郎のパッケージ知ってます？ DVD ボックスが出たの。何年出たんでしたっけ？これを、実は、DVD ボックスを出す条件が、尾田栄一郎の DVD パッケージっていうのが実は条件だったと言われてるんですよ。2011年ですか。そうそうそう。ぶっちゃけ私ね、尾田栄一郎の似顔絵嫌いなんですよ。ここで、YouTube で言っちゃっていいのかわかんないけど。尾田栄一郎さんね、なんかね、似顔絵好きなんですよね。映画のコミックだといろんな時代劇俳優の似顔絵をじゃんじゃん描いてるんですけども、いやー、この人の似顔絵ね、なんか嫌な感じなんですよね。ちょっと見てほしいんですよね。次郎長三国志のボックスの。他にもこんな感じですよ。こういうのがあって。こういうのね。この人ね、似顔絵上手くないですよね。いや、画力は高いんだけれど、似顔絵として見るとどうなのかっていう感じで、目が死んでるんですよ。すごいシンプルに。で、次郎長三国志をやることによって何がわかります？もう一回フリップ戻していきます。自覚的に、再帰的に東映時代劇的なものを自覚的に取り入れて、任侠要素と落語要素をじゃんじゃん取り入れるようになってくるんですよ。つまり初期のね、みつるが、雑に言おう、みつるが時計仕掛けのオレンジになっていたようなビジュアルセンスから、やっぱ日本の古典の世界重要だっていうふうにね、教養主義化してったんですよね。エンタメとしての大衆向け教養ですけどね。で、東映時代劇っていうのは、牧野正弘はまあ評価高いですけれども、東映時代劇って基本的には、テンプレ化した作品をひたすら大量に流通させていたというね、クオリティの時代劇ではないんですよ。黒沢明って、時代劇マニアからは実は邪道と言われまくってたの知ってます？そんなの知るかよって感じですよね。真の侍とかこんな侍江戸時代にいねえよってわかります？アンチ黒沢明っていっぱいいますよね。一方は、小津溝口賢治派のシネフィル系黒沢明アンチと、もう一つが時代劇マニアからの黒沢の時代劇はなんかインチキだよみたいなやつね。その時の芸能要素の代表が戦国、あ、じゃないです。次郎長三国志なんです。代表が。
次郎長三国志は全9部作で、ちゃんと終わってません。なんとなく大断言。よくね、現在の漫画ファンってね、完結したら読むわーっていう人いません？もうワンピースついてきないから完結したら読むか、そんなの完結しないで読むべきなんですよ。わかりますか？私はですね、W 大学で授業やってるとですね、やばい人いたんですよ、学生で。ハンターハンター完結したら読みます、それやめておいて。っていう、わかりますか？富樫義博先生の執筆ペースから考えて、完結したら読むのは良くないと思うんですよ。でね、次郎長三国志もそういう感じですよ。9部作、全9部作なんですが、ちゃんと考えて9部作作ったとは思えないんですよ。この構造わかりますよね。そう。ハリウッドシリアルドラマ方式なんですよ。シーズン、グリーとかああいうの。シーズンが延々続くとさ、だんだん人気が下がっていって、なんとなくグズグズになって終わるんだろうとかね。ありますよね。ね、私なんかの伝えだとね、ビバリーヒルズ青春白書ってね、ものすごいドラマがありましてね、クラスメイトのね、カップル、セックス関係、性関係ぐちゃぐちゃで、ほぼ全員が全員とセックスしてるんだよっていうふうにね、どん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 カップルができて分かってね、やばくねみたいな。ようこそ実力主義者どころじゃないですよ。OK ですか？もうぐちゃぐちゃになっていてね。このままだとなんかカップル、なんかカップルどうなっちゃうのって感じで、だんだんみんな飽きてくって、その頃に終わるっていうね。すごいですよ。わかりますか？ある構造、優れた構造がセットされると、その構造でできることはもうやり尽くして、もうみんな飽きたよって言って飽きられるまでずーっと擦られ続けるやつですよ。それってエンタメとして正しいのかっていう疑問を持つ人も多いですよね。ところがそれでもいいんですよ。で、ワンピースにおけるね、次郎長三国志の参照はね、それでいいの？ワンピースっていう。そういう覚悟があるのってことなんですが、私の予想では、その覚悟は大体に、0年代までのワンピースがそれなんですよ。むしろ。ややこしいんですけど。というふうに思います。じゃあ次行きましょうかね。ということで、ワンピース映画を軸にたどることで、私は、ワンピースという映画のね、ワンピースマニアワールドを超えた。で、繰り返しますが、ワンピースマニアトリビアは、まあ、大体恋するワンピースでいいと思いますよ。恋するワンピースやばいですよ。そんなキャラいたの？いました。なんかのなんとかです。とか言ってね、すごいんですよ。編集者のね、セリフチェックに対して、すいません、それこっちなんですよ。とか言ってね。わかりますか？編集者のなんていうのかな、なんていうの、チェックをさらに上回ること言ってるの、やばいんですよ。まあ、いいんだけど。トリビアワールドは、まあ、恋するワンピースで、の面白ネタで、に、私は絶対勝てないの。そっちを見てほしいんですけど、だいたい私が考える、ワンピースの持つ、なんていうかな。まあ、日本のビジュアルカルチャーにおける位置ってのは、その東映時代的なものを、尾田栄一郎が自覚的に引き受けたっていうことによって、ある一つのサイクルが完結したと思います。ちなみに、東映時代劇的テンプレ的なものについての、一番いい本は何でしょうか？それはね、橋本治のね、時代劇、チャンバラ、漢本チャンバラ時代劇講座っていう本があるんですよ。これ超おすすめ。本人がなんか刺繍で、こう、なんか手編みのセーターをやったよね。こういう表紙のね、本。なこっちの方がワンピースの似顔絵っぽくないですか？あ、ちなみにね、橋本治さんもぶっちゃけね、似顔絵はそんなに上手くないと思う。小田栄一郎の似顔絵とどっこいかもしれない。ひどい言ってんな。あ、だからね、プロ一歩手前ぐらいのイラストレーターなんですね。橋本治さんね。このね、チャンバラ時代劇講座っていうのがまさに、東映的な、大量に作られたテンプレ時代劇の構造読解として優れた本だと思います。ちょっと私のね、ここで再び宣伝しますよ。私のですね、現代アニメ超講義は、ブックメーターで盛大に主観的ってディスられまくってるんですけれども、私が勝負したかったバトルはこっちなんですよ。つまりどうね、主観的に見えるかっていうと、統計取ってないですよね。
頻度検索をしてないことが批判されるんだけれども、今ですね。むしろね、ある構造がどんな風に擦られ、ひねられ、変装していくかを、作品に鎮静しながら追っていくってアプローチなんですよ。一番しんどいやつ。つまりね、それはね、物語世界に入り込みながらひたすらあれですよ。例えばあれですよ、私、今週の社員ポストはリオ様が覚醒してやったとかね。わかりますか？邪神ちゃん来週南島原に行くのかよっていうね、8月17日に見てない人は意味不明なことを言うわけなんですが、こういうのを私は毎週、毎日毎日追ってるんですよ。わかります？今回アニメワールドは、今回社員ポストがリオ様覚醒したかっていう、わかりますか？その時点でアニメワールドに新たな一歩が築かれたんですよ。そういう差し手を見ることで掴もうとするね、無理ゲーに挑み続けているんですね。了解ですか？だからブックメーターでディスってるあなた方たちはこのプレイをやってほしいと思うんですね。まあそのプレイで私は、最高のプレイヤーとは持ってませんが、まあ割と上位ランカーの中にいるんじゃないかなぐらいには思ってますよ。わかりますか？あえて言うと、だから4校にはなれなくてもね、旧七部会クラスではあるんじゃないかなと思ってますけどね。と思います。はい。ということなんですよ。うん。ということでね、ワンピースはその世界への参照を含むコンテンツだと思うんですね。つまり、ワンピースだけを見ることで、今言ったような世界にアプローチ可能。ただし、その場合には、適宜映画という物差しによって区切りをつける必要があるということですね。というわけで、あと、もうちょっとだけ続きますけれども、YouTube タイムはね。基本的にそういう構造でワンピースを見てもらえるといいと思います。で、その上でね、フィルムレッドを手がかりにすることで、ワンピースの初期設定を考え直すことができる。で、この1の途中までちょっとYouTube ですかね。で、その後、ワンピースっていうのは世界が広がりながら構造を深めようとしてるんだけれども、正直ワンピースって深いのかっていうね。おっとっと。そういう批判もありますよね。そこをちょっと考えたいかな。かつ、ワンピースの今後はどうだろうかってあたりですかね。2と3はやや駆け足になるんですけれども、この辺をね、見ていきたいと思います。じゃあちょっと1の冒頭部分やりましょうか。はい。ネタバレ全開でいきますよ。これ映画見てない人残念なこと言うと、ルフィとウタのエピソードは、ゾロとクリアのエピソードです。やばい。これは最もやばい話だけを言ってる。OK ですか？こう考えると、ワンピース初期の魅力をよく示してると思うんですね。私はね、ワンピース初期の成功の秘密は、熱いバトルキャラをゾロに割り振ったことだと思ってるんですよ。決闘キャラを。で、ゾロがね、クイナというね、幼馴染ヒロインがいたこと。それが重要だと思ってるんですが、フィルムレッドってね、103巻を超えて、話も1000話を超えて、ワノ国が終わる時点で、よりによってゾロクイナ的な構造を、序盤に持ってこれそうなエピソードをグイッと持ってきた話なんですよ。どうですか？フィルムレッドを見てなかった 50% 超えの人、これで見る気になった人もいるかもしれない。ただし、ゾロとクイナって言った瞬間に、あって思うと思うんですよ。でもそれも含めて見てほしい。で、ここには、このフィルムレッドには、ワンピースの特性が、良くも悪くも出て、悪さも出ています。フィルムレッドには食い足りないところもあると思うんですよね。この釣りまでにしましょうか。はい。それは何かっていうとね、じゃあ次のフリップお願いしますか。フィルムレッド見た人の中で、ですよ。アドファンの人。具体的に言いましょうか。新時代のね、MV とか見るとね、映画の本編さすがアニメだっていうね、さすがだなぁと思う反面ね。つまりね、歌い手のミュージックビデオってあるじゃないですか。わかります？
8時代のさ、米津玄師とかさ、OK ですね。初期ヒャダインとかさ、あ、いろいろいますよね。歌い手っぽい人たちが、なんとか初音ミクを一つのフォーマットとして使いつ、プラットフォームとして使いつつ、ニコニコ動画で最初に流行った、歌い手シーンですよ。了解ですね。で、Ado のミュージックビデオのビジュアルって割とそれじゃないですか。で、リリックビデオですよね。歌詞がこう文字でバーンと入ってる、ね。で、イラストレーターのちょっとエモーショナルのね、ビジュアルが入るってやつですよ。そうですね。例えば、Ado に関して言うと、Ado のビジュアルイメージをセッティングしてる人としては、この人いますよね。ちょっとちゃんと、あ、この人ね。荻原さんね。このイラスト。今回ね、私はフィルムレッドに対する批判をする人でいそうなパターン。このビジュアルに比べたら映画はぬるいっていう批判。あると思います。それはね、脚本家の黒岩さんも監督の谷口さんも、おっさんだからです。言うたら、小田栄一郎さんもおっさんだからです。わかります?おっさんにAdoの良さがわかるのかよっていう観点からの、まあ、それ言ったら、私もおっさんなので、同じ、同罪なんですか。これ、すごい、諸花釣りなど言ってますけど。そういう観点から、Adoのミュージックビデオの方がフィルムレッドよりもいいっていうね、そういう批判はね、私はあり得ると思ってる。MV の方がいいっていう議論ですよ。ね、イラストレを無理やり動かしてるから、アニメーションとして見る、アニメとして見ると微妙なんですが、若さゆえの過ちの良さなんですよ。わかります？過ちとは思わないです。こういうイラストの深みがないんですよ。OK ですか?そういう批判はあると思いました。ただ、で、もっと YouTube タイムで言いましょうか。細田守は、ビジュアルセンスならば、多分、だからわかりますか?フィルムレッドのビジュアルイメージだけ細田守がやってたら、っていう無理で。いやー、わかりますかね。私はそう思っちゃいまして。竜そばの最初の圧倒的な感じね。あれと比べるとね、ビジュアルちょっと待てるんですよ。もうちょっと言いましょうか。うたちゃんね、正面性が強いんですよ。本編なのに。正面性が強いイラストってさ、むしろさ、歌い手的 MV でいいじゃん。ありますか?私はそういうちょっとした不満があるかなと思いましたね。ただし、シナリオのエモーションが乗ってるかって点では、細田守はめちゃくちゃなんですよ。わかりますか?わかりますかね?だから多分ね、いろいろやばいんじゃないかと言われながらね、新海誠が強い理由ですよ。新海誠が強い理由ってのは、だからね、すずめの戸締まりのさ、予告編とかやってるわけですよね。なんかこのビジュアルがさ、15% ぐらい欲しいと思いました。ね、新海誠はね、壊れ方が興味深いぶっ壊れ方してるんですよ。新海誠もかなりぶっ壊れてるんですよ。いや、戸締まり不満なんだけど、細田プラス谷口五郎ぐらいのポテンシャルはやっぱあるんじゃないかと思ってますね。そういう感じ。これを YouTube タイムで言うかって感じですよ。さて、その上でね、
劇場版ってのは結局メインストーリーの構造枠を超えらんないんですよ。これね、今言っちゃいますが、1年後、2年後には痛くなってる言葉を言いましょう。今、負の大流行りな問題として、おじさん構文ってありますよね。最近おじさん構文、実は女性もおじさん構文なのではっていうね。議論あるの知ってます？私が最近見た、秀逸なツイート、ツイッターで見た秀逸な構文がありまして、女性向け風俗利用者の女性が、その男性のね、に送りつけるメッセージもおじさん構文になってるって話。性欲が絡むあらゆるメッセージはおじさん構文説ってのは。熱いですね、おじさん構文の議論。ちょっとだけ嫌なこと言うと、詳しくはね、クラネッツチャンネル入ってください。小田栄一郎自身が、おじさん構文マスターなんですよ。そうですよね。ちょっと言うとね、ワンピースの単行本読者ご存知のね、SBS。OK ですか ?SBS というコーナーがありましてですね。でね、なんで私が恋するワンピースをおすすめしたかわかります？恋するワンピースはね、作者が女性なんですよ。女性作者が SBS のおじさん構文的なものを、うまいことをネタに変えてるんですよ。その魅力と限界に付き合いながら面白くネタに変えてるんですよね。女性クリエイターが。恋するワンピースなかったらね、ワンピースはね、もっと痛いらしい。マジですよ。どうでもいい恋するワンピースが、実はワンピースの現代性を支えていると思いますよ。マジで。と私は思った。で、その上で言いましょう。やっぱりね、劇場版ってね、どうあがいてもね、メインストーリーの構造枠を踏み越えられないんですよ。わかりますよね。なぜかというと、このヒロイン、このヒロイン、この悪役、どうせ伝説のなんとかの実を食って、麦わらを脅かすんだけど、最後はやられるんだよねっていうさ。みんな思ってるよね。OK ですよね。ってことは、フィルムレッドは、歌ちゃんが歌うたの実で、歌うたの世界っていう時点で、あって思うわけ。そうすると、実はね、ワンピースの様式美の再確認だと、ワンピーマニア以外の人にとってはあんまり面白くないんですよ。そういう問題もあるんですよ。そういう意味では、実はお祭り男爵は面白いんですよ、その意味では。ワンピーマニアから散々の批判だろうとね。細田守ってさ、結局血縁家族主義ではとかいろいろ言われてるでしょ？けれど、やっぱりワンピースっていう構造枠に、単体映画で、いかにその破壊に迫れるかっていうね、ミッションがあるんですよ。絆モチーフをひたすらボロボロにすることだけに費やされてますよ。お祭り男爵と秘密の島っていうのは、要するにハウルでチームが崩壊した細田守の経験が全部乗っかってるっていうやばいエモい映画ですよ。OK ですか？マジで。すごいっすよ。要するに、ジブリスタッフが言うことを聞いてくれないわけですよ。親方は宮崎駿しかいない。それがジブリなんですよ。だってあれですよ。高畑勲ですら親方じゃないんですよ。やばいですよ、ジブリ。わかりますか？ゼロ年代の高畑は、インテリキャラしかできないんですよ。いろんな本を復刻したりね。なんだろう、ジブリライブラリとして、アニメーションの名作をね、プレゼンテーションするとか、そういうインテリ役はまあ、確かに高橋さんはインテリだよ。そうそうそう、お前この船降りろ、そうなんですよ。本当ですよ。だからね、簡単に言いましょうか。エースと白ひげのようにはなれなかったんですよね。わかりますか？細田守ね。白ひげから解雇されたエースですよ。やばいくないですか？
危険のエースが白ひげから解雇されたと思ってくださいよ。悲しいじゃないですか。そう考えるとね、で、ワンピーマニアがね、未だにお祭り男爵ボコってるでしょ。わかりますか？エースがね、白ひげの海賊団に入らず、そして白ひげが駆けつけないまま、軽視しちゃったエースって泣けません？やばいでしょ？お祭り男爵ってそういう映画なんですよ。どうですか？こういう表現をすることで、ワンピマニアの方、お祭り男爵を見直してください。さあ、その上で、フィルムレッドは何なの？実はね、フィルムレッドはね、イントロ最高なんですよ。私、イントロでね、お、これコードギアス始まったかと思ったんですよ。マジで。コードギアス1話の冒頭すごくないですか？日本ブリタニアに占拠されるんですよね。あ、ちなみに、境界戦記も1話でちょっと期待しましたよ。無事待ったっていう。そういう期待。大海賊時代と言いながら、海賊ってひたすらクズじゃねえっていう描写を延々連打するんですよ。フィルムレッド。その後、歌がフェスやるぞーって感じなの。あのね、歌、これなんだかわかります？フジロックですよ。エンドレスフジロックを開催するんですよ。歌ちゃんが。どうですか？ちなみにね、ルフィたちはね、焼肉焼いてますよ。やばいですよ。フェスで、焼肉焼きながらね、ライブ見れるんですよ。すごくないっすか？ルフィたちってね、各編の最後にさ、肉食ってさ、宴をやって、にっこりして終わるじゃない。あれさ、ワンピアンチはさ、めっちゃ嫌いだと思うんだよね。肉食って宴やるやつ。なんかさ、飲み会とか、ただの、アルハラの温床じゃん、みたいな。マインドね。私、ちなみにね、そこではね、引き裂かれていてね、飲み会大好きマインドもあれば、そういうのうざいから帰りたいっていうマインドのね、両方持ってんですよ。あ、ステージに上がっちゃうって最近ヒカキンさん大変なこと出ましたよね。やばいですよね。ああいう感じですよ。そういうフェスハプニングものと思ってください。もうさ、肉焼きながらさ、うたちゃんのさ、ライブ聴けるって最高じゃない？食ったりしながら見れるんですよ、こうやって。で、ちょっとトイレとか行きながらずーっとフェスを聴けるんですよ。最高じゃないですか。そんなに、しかもね、麦わら海賊団の周りね、割とね、人がいないんだよ、前部。お前らいい位置取ってんじゃん、感じなんですよ。ただね、うたちゃんはね、大海賊時代に対するね、怨嗟がこもってるんですよね。新時代宣言をするんですよ。ちなみに知ってました？なずかさんいいですよ。ちなみにね、英語がね、ニュージェネシスなんですよね。おっと、ネオンジェネシスかよっていうね。マジで、これは狙ってますね、谷口五郎さんね。ニュージェネシスっていうね、文字が見えますよ。新時代英語だとね、ニュージェネシスなんです。了解ですか？この時点でね、つまり、大海賊時代は、はい、新時代によって終焉しますっていうね。そういう映画なんですよ。どうですか？ワンピースワールドの外側からの囲い込みって話ですよね。そして、ただし、それが、みんな、この歌の世界は終わりがないんだよ。はい、この時点で何かが見えましたよね。了解ですか？ああ、でもこの時代、この時点でな、私はね、正直ね、それ言うの早いよって思いましたよ。うん。そう、C の世界なんですよね。フィルムレッドね、一つ盛大にディスります。この後はね、YouTube タイム終わりなので。歌の、ガチ信者の子供っていうのを、子供またはティーンズをキャラとして出すべきだった。
と思う。そうしないことによって、ああ、この世界が最終的にぶっ壊れるの？みたいな。カイロー君はダメ。カイロー君はただの労働者だから。労働と有事、余暇は、両方ないとね、ワーク、ライフバランスです。わ かりますか？わ かりますか？やっぱライフ、ワーク、バランスないとね、君なので、カイロー君。カイロー君ダメなんですよ。むしろ、アド信者を、欺瞞キャラじゃなくて、わかります？うたちゃんを本当に最高だと信じてる人を、真摯に描けていれば、谷口黒岩のおじさん的な感じがちょっと薄れていたかもしれないと思う。そこが私がもったいないと思った部分ですかね。わかりますか？もうちょっと言うとあれですよね。デスノートのさ、あれですよ、キラ教とかね。ミサミサですよ。デスノートの、うたちゃんがね、一人ぼっちなんですよ。歌い手仲間にさ、うたちゃんの思いさ、継いでやれよっていう感じ。いや、継いじゃまずいんですけど。わかりますかね？なんかそういう子一人ぐらいいればいいと思うんだよね。いや、カイロウ君でもいいしさ、誰でもいいんだけどさ、なんていうかな。簡単に言いましょう。でんでん虫を使って歌うんですよ。ラップと、ノート PC でライブ配信を始めるんじゃなくて、でんでん虫で歌ちゃんはライブを始めるのね。それ。そういうさ、新しい子がさ、どっかでいるかもねっていうオープンエンド性がちょっとだけでもいいから欲しかったな。というのが私の考えです。ということでね、私の不満点そこですね。ただし、エンディングうまいんですよ。何がいいかっていうとね、シャンクスモチーフの回収がうまいんですね。フィルムレッドは。結局ね、ルフィとウタの関係を、ゾロとクイナになぞらえちゃうだけだと不穏でしょ？いや、ワンピースってほら、漫画の1話がさ、ルフィがシャンクスと出会うじゃないですか。ハンターハンターのゴンとね、ジンです。カイドですよね。そういう感じね。まあ、ハンターハンターはその意味では、カイトモチーフが終わって、親父とも会ってるんで終わってるんですけども、その意味では、ワンピースは、シャンクスとルフィの、実はシャンクス・ルフィは、うまいこと、完全な開口はしないようにできてる。で、私がね、フィルムレッドのね、締めでいいと思ったのはね、ヤソップですね。黒岩さんも谷口さんもね、ヤソップ、ウソップ親子の方にね、熱い思いが乗ってんですよ。明らかに。ウタちゃんよりもお前ヤソップ、ウソップの方が好きだろうっていうね。でもそこはしっかり描けてます。そういう意味では、ワンピースの構造を、要点をしっかり抑えたシナリオになってます。ということで、今挙げたような不満点もありつつ、良い映画だと思いますよ。というわけでね、YouTube タイムはここで一旦閉じさせていただきますが、ぜひね、この動画を一つの機会として、まあ、重度なワンピマニアでない方も、ぜひ見ていただければと思います。その上でね、ワノ国編で、もう一回押しますよ。ウルティおすすめ。マジおすすめ。最後にキャラ押しして終わりにします。ウルティ最高。はい。ということで。ちなみにウルティはクズキャラなので、子供をいじめるクズキャラなので、本当どうしようもないキャラなんですが、その心の狭さもちょっと好きですね。というところで。さて、次週のワンピース。ジャンプで言うと38号で多分大きく展開するので、そこを私は知らないまま、この36、37号しか
私は知らない時点での考察であることをお断りしたいと思いますけれども、YouTube の方、これにてお疲れ様でした。来月のテーマはまだ考え中なのですけれども、皆さんからのリクエストをぜひともお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では、YouTube はこれで、これにて。来月もまたよろしくお願いします。では、一旦。